兵衛殿が船員を手配してくださった。わしは大阪におられる家康様へ石田方の動きを伝えに参る。早速毛利へ向かう長政殿と共に新筆号で大阪に向かうことにいたそう。噂に聞く海坊主、いかにお主とて歯が立つまい。リーフデ号もひどい有様じゃ。ひとまず秋に寄るとしよう。長政殿は親族にあたる平岡頼勝殿の調略に出向くとのこと。船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。敵にはしたくない相手よ。しかし左近殿でも毛利の調略は難しかろう。